ピセラ TV。 丁寧にやるってことだね。そう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 、ちゃんと入れてみたいな、うん、で自分が踏み込んで位置を移動できるようにしないと、この位置からこうやったら自分が腰が来たりね、まあ、ダメじゃないけど自分が運動したいんだったら、そうだから、まあ、一歩踏み込んで戻って、一歩踏み込んで戻ってっていうのをやってあげつつ、まあここやられたらね、この健康課金だったりとか、こういうところもやってほしくなるところではあるので、あと普通にこの肩甲骨のゴリゴリね、いや肩こりにはいいよねこれね、でもこのままね腕も踏めますしね、うん、やれることがいっぱいやれることいっぱいだよね、うん、でそれこそね、ここだって入れながらね、こう前鋸筋、うん、で今肩甲骨と肋骨の隙間に親指入れてるんですよ、うんうん、前鋸ですよ前鋸、うん、肉がないとこなんだよ ね、 そこ ね、 ねそうそう、でも本当に当て込んでるだけで、これも全く力は入れてないので力加減はすごい気をつけてもらって、うん、で、ね、これだけこう上げてったら、うん、肋骨上げもできそうだねこの状態で、このままこう、うん、肋骨も入れながらこうやって、あ、ね、そう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 、で体式とかでもそういう伸ばしていくのあるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりね、なんかの前やられた後に後ろやられないと気持ち悪いというか、ね、感じはあるから、まあ、もし仰向けでやるんであればね、ちょっと4指立てながらこう起立筋と肩甲骨の際をねちょっとほぐして、仰向け全身ほぐし、みんな見てくれたかなね、本当ぜひあれを見て、そうだから今やってたの復習すると、親指乗っけてあげるっていうのと、でこれをね外側にどんどん親指をずらしていってっていうのと、あとはここのね肩甲筋のところをねちょっと狙いながら、こう指を肩甲骨と肋骨の隙間に挟んで、おお、肩こりの人いいだろうね、うん、これね、肩こりじゃない私は痛いだけです、そうですね肩こりじゃないと信じてますからこれめっちゃ反対もやってほしくなるね、やっぱね、そうですね、そうですね、やっていきましょう、反対だとカメラどう、うん、なんか面白い感じになってる面白い感じになってるじゃねえよみたいな、え、カメラどこ、ここじゃない、見えてないじゃん。でも上のカメラ見えてる。え、見えてる？あ、こう映れて、もっと下だね。あ、そうか。うん。なんか口だけ映って誰だろう。気になる感じ。いやでもなんかさ、うん、結構と腕硬くなってますね、やっぱね。うん。うん、筋トレ使おうか。あ、すごいね。いや本当にそういうのやんなきゃダメだよね。毎回言ってるけど、ただ私さ毎回言ってるけど、ただ私が一つ変わったのは、うん、1日、まあ、ちょっと今日は急いで車使っちゃったけど、うん、1万歩歩いてるぞ、おお、もう気づいたの、車で気づいた時点で120歩しか歩いてなかった、やばくない120歩で着くのあかんと思ってあかんわ、そうこのままじゃ私サルコペニアになって死んでしまうと思って、あ、電車ってことね、うん、そうそう、電車でもあれだよ、エスカレーター使わないで階段の方がいいからね、私そうだけど毎回買いな、あ、そうそう、え、私これだよ、あ、ほんと、おお、そうそうそう、どうしてもな時以外は、いや、そうそう、どうしてもな時以外はね、うん、階段一緒に登ってる人なんかね共感できる、あ、そう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 、どうしてかね、どうしていいかね、そう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 、うん、でもさ、なんかさ、うつ伏せでさ、ちょっと話戻しちゃうけど、うん、背中ほぐした後にもう一回ちょっと凝りが強くてやってあげたい人には本当にこの手入れてくのいいよね、あ、いい、で、あと相手の体重使う分全然大変じゃないし、うん、そう、うん、指ができてないとね痛いっていう人もいるんだよね、体式の人たちはねあんまり指使わないんで、さゆきちゃんとか細いじゃん指、あ、そうだね、華奢だからね、そうだから入れると痛いんです、うん、どうしたらいいんですかって言ったら絶対に無理だねってなっちゃうよねストレッチポンプ使うからですね、グーにしてる、うーん、グーだとでもここなんか変な感じになっちゃうんだけどね、確かにバイク、ここもね、ちょっとねこのおたたきを入れる、うん、歌唱団も入れたりとかできますし終わった後、私はやっぱちょっと警察を入れてきたいなという、あ、それはね、なごみ系はね、うん、はい、ありがとうございます、はい、います、よし、じゃあこっちで、はい、今までになかった場所になってる。こんな感じか。もういいか。もういいか。いや。だから続けれてるわ。
はい、はい、ということで、はい、ミキティバージョンでした。簡単でしょ。いや簡単だけど、うん、あの肩こりのすっごいいいと思う、うん、鎖骨って結構肩こり重要だからね、うん、なんででしょう、うん、あの首こりとかもそうだし胸鎖乳突筋がくっついてるんですよ、うん、あと僧帽筋くっついてるんですよ、うん、そう僧帽筋も、うん、くっついて、大胸筋も、うん、そういろんなのくっついてるんで、うん、肩こりにはいいですよバージョンでね、うん、でここがなんかその私他のその前あのボディーコーチさんって旗の台 の, あの世代の先生が紹介した時に、うん、あの先生すごくいろんなねあの動作とかそういうのを詳しくね、うん、勉強してる先生なので、まあ、鎖骨の回線っていうのがすごい大事ですよっていうのをすごく言っていて、まあ、腕上げたりした時に、うん、やっぱりお邪魔してるんですよ凝ってる筋肉ちゃんたちが、うん、だそれを取ってあげると軽いなみたいな、うん、動きよくなるよって肩の部分もね。まあ、実際には例えば通われてる方だったら私よくお客さんとかに言うんですけど詰まってる人3本指当ててもらって腕回してくださいって。ああいいね。そういいね。この位置ずらして回す。そうそうそう。痛くなるぐらいはやっちゃダメだけどなんかまあ2、3回ずつ回すのを3回やるぐらい。あいいね。うん。これ気持ちいいですよね。うん、こんなこととかはお客さんにもねちょっとこうすごい凝ってるからぜひお家でもこんなのちょっとやってくださいって。うん、ただこれでやっぱり回数とか言ってあげないと。あの本当は気持ちいいぐらいとか私たちプロだからこのぐらいかなって思うけど、うん、あのお客さん分かんないからずっとやる人ですよ。でお客さんの中では他の整体院に行って言われたことをやったらあざになったっていう人結構いるから、まず3回かける 3回回したら次に行く3回回したら次に行くっていう優しい効くかなぐらいのやつを教えた方が安全かなと思います。そうだ ね, そうだね。でも教えてもらったらやっちゃうよ。やっちゃうかな。背中側の筋肉って意外と強いんですよ、うん、あの前側はどっちかというと弱いん で、ね、うんうん、あのもびっ返しとかねいろいろ壊れても壊るから、うん、それぐらいがいいね。やっぱ軽めで、そうそうそう軽めです。はい、うん、あとそういえばそうじゃん鎖骨って腱鎖関節だからさこっち ね、うんうん、そうですね、ここね、ここね、うんうん、こっちにくっついてるから肩の関節とも影響があるよってことで、うんうん、ここほぐすことによって肩関節の動きも良くなるってこと、うん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 、もう追加で言っときます。はい、ありがとうございます。知らんがな、うん、知らんがな、知らんがな、心配した言い方心配した。何でも言えばいいと思って知らんけど、違う、知らんけどって言ってたのに知らんがなって急に関西弁に変えたからちょっと流行ってんですよ。どうもちゃんと知らんけどが流行ってたのになんかこんなこと関西にちょっとあちこち行くから東方かなって言うんだろうね。知らんけど知らんけど、そうね、あ北海道やね、北海道民なので、うん、知らんしょ、しょ、ね、あそしょなんだ、しょ、へえ、うん、知らんしょ。いやだから、ね、今心の中で東北の人に怒られるぞそんな方言出てます怒ってるよ、コメントお願いしますそうです、まあ、知らんけどは入れてきますからね、はい、今後ね、はい、そうですね、今後ちょっとちょいちょい入れてきますんで、そう、まあ、だってフェイスブックなりインスタで俺ももう大体もう最近はなんかうざいぐらいに入れてるから知らんけど私学校の先生とかの話とかするときになんかこうやって言ってきたけど、まあ、知らんけど知れよみたいないや知らんけどいいよ使って、そうそう、あの逃げというかなんていうじゃん、そんなまとめちゃうみたいな確かになんでそんなかって言ったか、ごめんね話ちょっと長いんだけど、あの将棋あれ趣味なんですよ。あ、そうなの。そう、将棋アプリをめちゃめちゃやるんですよ。あ、そうなの。そう、でその出会った将棋チャンネルのそらくんっていう子が、うん、あのねいろいろ理屈でこうしたああしたうーんああ知らんけどっていうのが癖で、それがつぼっちゃって、なるほどね、それをねこの前勉強会であの名前出してくれた千夏も、うん、あのなんかねいろいろね、うん、やってて、うん、いろいろ突っ込んでてやってたんだけど、うん、自然と知らんけどって出たことにあの俺将棋でそういうのを知らんけどが受けてたから、うん、それが受けちゃってハマっちゃって俺も使っておこうと思って使ってきましょう。知らんけどいいですよ、うん、知らんけど、うん、巷ではちょっとね流行ってるからね、流行ってるね、なんかね、うん、あのねしたそういう話をしてたら、うん、あの流行語大賞のに知らんけど入ってたんですよ。知らんけど入ってたの。知らんけど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 、いやはい、ノミネートされちゃって そ, そんな流行ってたんだと思って、そうなんだ、知らんけどね、ということでしつこいね、はい、はい、ごめんなさい、はい、じゃあ、はい、あのまたあのこんなねことやってほしいなとかそういうリクエストも含め、そうだね、あのぜひこの少ないねコメントとあのちょっとでもねコメントいただけると頑張れるので、コメントと、あとちっちゃいことだけど高評価と、あともしかしたらここまで見たのにチャンネル登録してないあなた、ま
さかまだね、でもね、60% ちゃんと登録してない人が見てるチャンネルなんでね、うち 30から40%、あと男性が圧倒的に多いんですよ。あ、そう、そうね、そう、まあまあでもね、参考にしていただけるように頑張って作っていくので、ぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。